5月20日金曜、古賀先生のところに行き、小島くんの話の苦学生のことを相談する。梅津くんのところにて中の舞を調べる。安田に来たり稽古、鶴原柿椿、夜本番組、あたか交代組、小袖復讐、松村藩来たり、醤油や松村の祝言の小唄を習いに来る。司会玉の井、皇帝を押し、序の舞を調べ就寝。